荒木健太郎は、日本の気象学者、雲研究者、専門は雲科学、気象学。現在、気象庁気象研究所研究官、三重大学大学院生物、主源学研究科協力研究員、防災科学技術研究所客員研究員、茨城県出身、茨城県立地区園高等学校卒業、慶応義塾大学経済学部を経て、 気象庁気象大学校卒業。三重大学大学院生物資源学研究科で、博士の学位を取得。地方気象台で予報、観測業務に従事した後、現職に至る。専門は雲科学、気象学。防災、減災のために、豪雨、豪雪、竜巻などによる気象災害をもたらす雲の仕組み、雲の物理学の研究に取り組んでいる。著書に、 空の不思議がすべてわかる。凄すぎる天気の図鑑。世界で一番素敵な雲の教室。雲を愛する技術。雲の中では何が起こっているのか。赤乱雲の一生。六花の季節など。監修に映画。天気の子。ゼロからわかる天気と気象。上手開最強に面白い。天気、気象の基本などがある。2003年4月から2004年3月慶応義塾。 大学経済学部2004年4月から2008年3月、気象庁気象大学校2008年4月から2010年3月、新潟地方気象台2010年4月の2012年3月、銚子地方気象台2012年4月から2013年5月、気象庁気象研究所物理気象研究部第1、研究室研究官2013年5月から2015年3月、 気象庁気象研究所予報研究部第4研究室研究官2015年4月から2019年3月気象庁気象研究所予報研究部第3研究室研究官2019年4月現在気象庁気象研究所台風災害気象研究部第2研究室研究官2019年9月現在国立研究開発法人防災科学技術 研究所客員研究員2019年4月、現在30大学大学院生物、資源学研究科協力研究員2010年5月、現在日本説評学会電子情報委員会委員2016年6月、現在日本気象学会気象研究ノート、編集委員会委員。ありがとうございます。